はい、ハンマークの本気のハンマー岩先生です。私の家では東大はね3人卒業してまして、その他男はね3人卒業してまして、その他の男もと、まあ、東大か東大以上勉強しております。私も東大卒じゃないんだけども、それ以上勉強してます。ここまでに和光大学文学部を勉強を終えて、それから神奈川工科大の電気科を卒業、そして優秀な生徒の、先生を担当して大学の先生の資格を取得しております。で、国立大でも認められております、先生としてね、仕事勤務がね、空きがあった時ですね、また会う場合ですね。で、今お話したかったのは、今東大もね学費が高いんですね。だから金持ちじゃないと大学行けなくなってきまして、東大の中入ってみると分かるんですけども、結構高級車乗って通学してるんですね。高級車、そんなことでね、東大もお金がないと卒業できないっていうのはね良くないなとは思うんですよね。それで通信大学の方はね文系なんで理数系ができないんですよね。そこら辺の問題でね、学士の資格は取れるけれども、50万円でね学士の資格は取れますけど、理数系がないんですね。単位数も多いから、卒業単位数も多いし、実験で大学に行かないと国家試験通らないという関係上そうなってるんですね。これはもう困るね。大学卒業するのに1000万はかかりますからね、困っちゃいますね。東大もあんまり変わんないよね。半分ぐらいで500万じゃちょっときついでしょ、東大卒はね、今ね。だから学費受かったって学費が払えませんよね。これはね、ただね、厳しいけど勉強って非常にいいことなんですね。あとすごくためになるんですよ。というのはね、社会に出てね、いろんな税理士のね仕事と関係とか分からなければね、税金がたくさん取られてしまうとかね、いろんな国家試験があって知らないとね、レジャーでも船でもね免許を取るのにねかなり勉強必要ですからね。やっぱり大学の勉強はね非常にいいですね。きついけどね、仕事その分お金ないからね、生活費に回したいっていうのは分かるんですね。確かに本当にね、お金かかるから。だけど大学は非常にいいです。勉強はね大事ですね。あとあとなんか困った時にね、大学卒業しとけば分かるんですね。もう社会に出てもねことみんな分かるんですよね。ちょっと難しくてもね。で、社会でね悩むというか、一般的に勉強みたいなね初期とかね、いろんなね税金とか払ったり計算とか問題とかですね、分かるんですね。やっぱね大学卒業してるとね、だそれは非常にいいですよね。非常に高いですけどね、月謝がね。
で難しいですね本当に。私も難しかった、学生時代勉強はものすごく大変だったんですよ。成城の砧のね図書館によく行ってたんですよ。私成城に住んでましたから、東京都立大学成城ね、ところジョージが住んでるところですね。全く同じところに私が前に住んでたんですね。それからところジョージが入ってきたんです。私が同じところ住んでたんですね、芸能人のところジョージの。私の番地では昔は555番地、今5番の何々ってなってますけども、私は555番地でね、学生の時は勉強ばっかしで、勉強ばっかしでしたね。